お邪魔します。あれ結構片付いてるね。ああ、一昨日部屋の片付けをしたからな。てっきり散らかってるからイヤリングがどこに行ったのかわからなくなっちゃったのかと思ったよ。というより片付けしたから行方不明になった気がするんだよな。どういうこと？だから片付けた時にどこかに紛れ込んだんじゃないかと思ってさ。ああ、そういうことか。え、それってこの部屋にあるもの全部調べないといけないってこと？めちゃくちゃ言いづらいけどそういうこと。大丈夫、二人で探せばきっとすぐ終わるよ。じゃあ私はそっちの棚を見てみるね。ああ、本当悪いけどよろしくな。後でなんかお礼するから。そんなのいいってば。棚の奥に入り込んでないか見た方がいいよね。うんうん、ここの棚は写真集コーナーか。あ、これ猪島の写真集だ。わあ、去年が懐かしいな。またみんなで猪島に行きたいね。おお、いいな。もうすぐ夏休みだし、みんなの予定聞いてみるか。あ、こっちにあるのはアルバムかな。中学の卒業アルバムと、これは…あ、え、あったのか。うんうん、猪島より懐かしいもの見つけちゃって。これ、小さい頃のアルバムだよね。ああ、なんだそれか。見て見て、クリスマスの時の写真。この写真モカだけ変な方向見てるよ。あ、本当だ、気がつかなかったな。モカのやつどこ見てるんだ。モカカメラじゃなくてテーブルの上のパンを見てるような。ようなじゃなくて完全に見てるな。モカ昔からパン好きだったもんね。あ、見て、この写真って小学校の学芸会の時のだよね。学芸会？ああ、私とひまりが悪者の役をやった時のやつか。そうそう、あの頃は私たち悪だったよね。みんなに評判の悪っぷりだったよな。って、こんなことしてる場合じゃないだろ。ああ、そうだった、ごめん、なんだか懐かしくって。ちゃんと調べるから、頑張ろう。はあ、棚は全部調べたけど、ここにはないみたい。となると、怪しいのはクローゼットの中だな。クローゼット？ああ、でもそこは私が見るよ。ちょっと中のものが…中のものが崩れやすいからって言おうと思ったんだけど遅かったみたいだな。ごめん、全部片付けるから。よし、これで部屋の中は全部調べ終わったな。うん、余計な仕事増やしちゃってごめんね。クローゼットのことなら気にするなって。でも結局見つからなかったな。どこに行っちゃったんだろう。